おはようございます。5月3日お遍路53日目スタートです。お遍路ハウス象頭の里琴平さん、お世話になりました。最高でした。最高、爆睡しました。お布団柔らかかった今日は、足が痛い。今日は、こっちかな、金剛寺、道隆寺、合掌寺、開元寺、この4つですね、参拝して、丸亀から坂出の間ぐらいですね。天王寺はちょっと厳しいかもしれないな、この足だと。はい、行けるところまで行きたいと思います。いや、今日も天気が良さそうだ、気持ちがいいね。はい、では頑張ります。はい、伝通寺市入ります。ちょっと豆が痛いな、あと小指が痛いな。列車は早いな。トゲトゲ歩道は歩きづらい。素通り。人生学園。まあ、あの交差点から曲がってもいいんですけどどうせなら赤点線の道路を、変な道を歩きたいじゃない、じゃない。なんかテンション高いですかね、今日は。宿のおかげかな。お、遍路マーク。お、遍路マーク。合ってます。合ってます。坂田ぶりに見ました。よっしゃ。あとあの、あの道か。はいはいはい。お遍路の宿、風のくぐるさん。こちらですね。これか。ね、2キロ切った。いいですね、この道初めてかな、うん、気持ちいいね、朝だからね。76番金剛寺着きました。
はい、参拝終わりました。見応えもありますな、この通り。さあ、海岸寺に目指します。どうやって行けばいいんだっけ、ちょっと調べてから向かいます。さあ、ここを左折します。あれ、おっか、すげえな。いやー、やっぱ意外と長いな。最高じゃねえか。なんだこの景色、最高じゃねえか。はあ、その荷物はすごい。きつくないですか？きつくないですよね。ないわけないですよね。重い。どのぐらいのペースで回って、歩いて旅を始めて2年半ぐらい。どこから東京から、はい、四国は今2周目ですよね。東京から歩いてこられる。そうです。おほほほほ、どのぐらいのペースともうめちゃめちゃ遅いです。いや四国は2周目。そうです。順内っていうのは順内ですね。で、ここにおられるってことは別格とかもですか？そうですね。前回は柳津から山越えて別格行ったんですけど、今回その、一昨日の雨があったから、はいはい、もう直でこっちに来ちゃって、はいはいはい、ここに荷物を置いて、はい、今日は別格さんに行って、はいはいはい、明日は。そうですね、寝るのは厳しいですね。まあそれでも大人用がそこだったら寝ちゃいますけどね。どこだっけ、内子からなんかシャワーがあったり。あれね、シャワーなんかもう出ない、水出ないです。あ、出ないですか。シャワーが使えないだけじゃなくて水も出ない。あー、それはまだいいですけど、初めての人は多分変だと思います。外国の方とかもね、大変ですよね。外国の方でも多分ですよね。投資の熟練者は意外と外国の方の方が多いですけど。多いですね。体感半分ぐらい。なぜここを知ってるっていうようなロジックポイントを外人さんが知ってるんですよね。なんかあるんですよね、サイトが。多分外国の方は外国の方で。なんだっけな、天のオルグとか、なんかあれあるんですよ。ここ OK、ここ OK、ここダメみたいな。ここトイレあるみたいな。でも多分微妙なんじゃないですか。OK じゃ OK だけど、ダメっちゃダメなんだよみたいなところとかでも。
目の朝食いただきました。ああ風が涼しいで、野宿でお遍路さん回られてるお遍路さんお会いしてすごい喋りました。楽しかった。すごいすぎます。海外人目指します。その前に仏門に向かいます。そうですね、まあ、風があるからまだいいですけど、ズバイに着きました。見えてきました。別格18番海岸寺着きました。どうすかおい。奥の院大師堂、はい、はい、いいね。ステンの字ですね。多聞天と何だっけ、地獄天だ。地獄されちゃう。で、項目天と弁財天。動かなかった。あ、大師堂、奥の院大師堂に通りました。さあ、道隆寺に向かいます。1時間ちょいかな、はあ、さて、どこまで行けるかな。まあいいや、道隆寺についてから考えよう。時間はあるけど体力はない。頑張ります。
の裏が痛くなってきた。風情があるな。本当だね。ランチャーチは、ドリー付き合いした。ご主人に向かいます。その前にどっかでランチにします。また別格も回られてるお遍路さんと会いました。3度目4度目、いいね。知ってるお遍路さんと会うと楽しいですな。さあ向かいます。昨日充電なんか外れてたかな、バッテリー残量低下って出た。困ったな。どっか飯の時に止めて充電だな。おとりあえず計測しながら充電できそうなんで、それでやってみます。 18% よし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 、よし、なんか混ぜそうだ、やめよう。ガーミン 40% で復活しました。危ない、焦ったわ。
るかな。こんにちは、ハロー、ハロー、こんにちは、こんにちは。小指がいて、ここは車も大変なの。78番、号車時、着きました。ベンチ置いてくれ。荷物の出し入れすらできない。なんでベンチ置かないんだろう。はい、次、天王寺御所院に向かって歩きます。
まあ、山本さんが初めてなんですけど、お会いしたのはね、はいはい、いつもこう見てて通るような時間帯に来てここに座っちーとしたんですよ。ほんで、まあ、お話ができる人だったら、してもらおうかなと思って。トイレ休憩しました。ゆっくりしました。フォロワーさんがお待ちかねでお会いできました。いろいろお話できました。坂井出場で並走してくれるようです。ありがとうございます。もう少し頑張ります。やっぱお寺とか神社とかは寄付でなんかやっとるみたいな。そうですね、檀家さんが多ければ。え、荷物本当大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ10キロぐらい痩せたんですか？10キロ痩せたのか分かんないですけど。人がいない。それでこの空き地バグなかったし、はい、だって今もあったんですよ。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ビール行った方がいいです。ここは暑いから。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。高松に行きます。Thank you.